青木茂海景メラの海東京美術学校を卒業したばかりの青木茂は友人の画家坂本半次郎たちと千葉県館山のメラ海岸を訪れました「万葉集」にも登場するメラに古代史や神話につながる生命感を感じ取った青木はここに2か月近く滞在し 代表作となる海の幸のほかにいくつもの海景を描きました想像力によって描いた海の幸」とは異なりこの作品は黒潮が打ち寄せる海岸を目の前にして描いたものです彼の高揚した制作意欲が画面にあふれ出ていますまた一筆ごとに小さく絵の具を置いていく点描はクロード・モネの「 1880年代の会計を思い起こさせます。青木は海外に行かなかったのでモネの作品を実際に見たことはなかったでしょう。しかし何らかの形で青木はモネのことをよく知っていたのだろうと考えられます。